僕がここを出て行くわけは、誰もが僕の居場所を知ってたから、優しさを敵に回してでも、生きてる証が欲しかった。竹馬で歩くように、今はまだぎこちないが、まずはここから足を踏み出し、飾り言葉を投げ捨てて、若いくせになんて言わせたくない。奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様馬鹿にしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。言われた悲しみに縛られる前に、幸福いっぱいの水を飲み干そう。ああ、まずは喉を潤して、目の前のいざこざを蹴散らすんだ。例えば誰かが錆びれたナイフで僕に軽蔑を突きつけても、ああ腰を据えて受けてやる。げんこつ一つで笑えるさ。やつがブーツのボタンを外していようと、やつが人の生き様馬鹿にしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様馬鹿にしようとも、行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きて